大谷翔平2戦連発、27号本塁打で本拠地どよめき、リアル二刀流では今季4本目。エンゼルスの大谷翔平投手が2番投手で先発出場。初回に2試合連続、ホームランランキングトップを独走する27号先制ソロ本塁打を放った。初回1試走者なし、打った瞬間それとわかる127ム、打球速度178キロ、角度35度の一発。強烈な打球音が響くと、本拠エンゼルスタジアムはどよめきに包まれた。リアル二刀流では、今季4本目の本塁打となった。今月は12本目で、月間の本塁打数としては今季最多となり、2021年6月の13本に次ぐ2番目。チーム81試合で27号はシーズン54本ペースで、21年の自己最多46本塁打を上回る。なお、21年はチーム79試合目の6月29日ヤンキース戦で27号に到達した。投げては、今季16度目の二刀流でマウンドに上がり、初回はスプリットを多投してアンダーソン、ロベルトから連続空振り三振を奪って三者凡退に抑えた。前回登板の21日同22日のドジャース戦では2番投手兼 DH で投打同時出場し、3敗目を喫したものの、7回5安打1失点、12奪三振と好投。打者では3打数無安打1四球だった。前日26日同27日のホワイトソックス戦には3番 DH で出場し、26号ソロを含め3打数1安打1打点で、サヨナラ勝ちにつながる盗塁10盗をマーク。通算の打撃成績は、78試合で303打数90安打、26本塁打、62打点、打率2割9分7厘、11盗塁、投手成績は15試合で6勝3敗、防御率33となっていた。こいつやばいわ。声出して笑った。今日も打った瞬間の完璧やなたまらんわ。ストレートしばける大谷は無敵だ。世界のベースボールファンよ見てくれ、これが日本近代野球の決勝だ。本当に完璧なホームラン、初回のピッチングを見る限りではフォークスプリットがめっちゃいい。今日は7勝目も2本目も期待できそう。投手で初回を2奪三振2者凡退に抑えた直後に圧倒的なホームラン、エグすぎ。ど真ん中のストレートを一振り。絶好球は見逃さないね。自分で得点して、投げて勝ち投手。アンチも裸足で逃げ出すわ、ほんまどうなっとんねん。俺が見てるのに打つなんてこれが6月谷。大谷何号まで打てるんかな。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。